アーセナル、今夏まさかのあのストライカーを放出へ。ガブリエル・ジェズスはアーセナルと2027年まで契約を結んでいるが、彼の将来は保証されていない。次の移籍市場で同選手にオファーが届いた場合、アーセナルは耳を傾ける用意があるだろう。ジェズスさん。まあ今が売り時だな。悪い選手じゃないんやけどな。機械に置いとく給料でもないし普通に売却で。シティさんの答え合わせが出始めている。2年遅れでシティと同じことしてる。実際似てるしジンチェンコジェズス売却して、本格ストライカー取るか。なんとなくやけど、エディよりジェズスの方が早く売れそう。アーセナル来た時はこんな化け物だったんだって思ってたんだけどな、怪我してうまくいかなくなっちゃったよね。鼠径部の手術を終えて実戦復帰したら怪我前のジェズスに戻りそう。オフに直して、万全の状態のジェズスが見たい。いやいや世界一の守備的 CF 打っちゃダメやろ。